木戸松子と、章二郎木戸章二郎、明治17年、木戸章二郎明治17年10月28日は、明治時代前期の家族、栗原良蔵の次男。母は、木戸高義の妹、春子。木戸高義の養子氏、慶応2年5月18日、叔父である木戸博七の養子となり、桂章二郎と称す。家では年前の門の変で養子の、 勝三郎を失っていた。明治4年2月23日、大倉省出資、造平良事務修行のため、豊原百太郎、岡村厚芝、小玉勝之助山口武氏とイギリス留学を命じられ、6月5日横浜港、出版。明治6年、留学先のロンドンから、自身の写真を送り、里面に、木戸川上様、東上様と書かれている。 明治8年5月1日、イギリスから帰国。同年11月17日、実母の春子が大阪で死去。明治9年9月、帰国後に入学した第一大学区、東京英語学校科等科を卒業。明治10年5月26日、養父高吉が京都にて病没し、8月7日、16歳の翔二郎が家督相続する。 明治11年5月21日、家族に列す。6月、毛利玄徳に章二郎の貢献が依頼される。明治13年3月17日、ドイツ留学を許可される。ベルリンの兵学校で学ぶ。明治17年7月7日、公尺を授けられる。同年10月28日、帰国途中、正論島付近の戦中で、肝臓病のため死去。 24歳没。同年11月18日、実刑の栗原彦太郎が、木戸家の相続人となり、20日に高政と解明。木戸家には、幼少期からの成長過程を、養父母の高吉、松子と共に写る章二郎の写真が多数残されている。ありがとうございます。